日産 R91CP 日産 R91CP は1991年全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権 JSPC 及びルマン24時間レース用に日産自動車が製作したグループシーカーしかしルマン参戦は実現しなかった日産初のオール自社製のグループシーカーでありプロトタイプレーシングカーとしても日産 R383 以来、約2 0年ぶりの完全自社製車両である。エンジンは3.5リッター V 型8気筒ツインターボの VRH35Z を搭載。1991年、JSPC 全7戦中3勝を挙げ、ドライバーズ、星野和義メイクス両部門のチャンピオンを獲得。翌1992年シーズンもチームテイク1に放出され、 JSPC に参加している。それまで、マーチやローラなどの外部コンストラクターに、シャシー製造を委託していた日産だったが、外部製作へ上に発生する、時間的ロスの増大を嫌ったことに加え、ローラ製シャシーを使用した R89C R90CK などで、設計や製造制度に起因すると見られるトラブルがいくつか、発生したことから、 ついにシャシーの完全内製化に踏み切ることになった。アメリカで活動した日産パフォーマンステクノロジーが参戦していた、イムッサ参戦者、日産、GTP、ZXT などでは、すでにマシンの内製化で成功していた。外観は、ローラ製モノコックを流用していた R90、CP とよく似ていたが、R91CP においてモノコックは、林義正と、 水野和都氏の下でニスモが設計し、日産宇宙航空事業部が制作した純国産車となってる。コクピットはルマン24時間レースや JSPC での 1000km レースなど長距離レースを意識してダッシュボードのデザインから通風防水に至るまで入念に検討され、この種の車両では例外的に雨天のレースでも水の侵入が一切なかったとされている。 また、安全性を考慮し、ロールケージは極めて堅固に設計された。コックピット後ろ車体中央部の大型のインレットが目立つが、これはエンジンの吸気用ではなく、リアブレーキの冷却用である。また、R90CP では、左右ともフロントフェンダー上に配置されていたラーは、ドライバー側の右ミラーのみ、ドア部に移設され、左右非対称の配置となっている。 サスペンションについては、ドライバビリティを重視し、サスペンションのロールセンターをあえて高めに設定し、姿勢変化が分かりやすいものとされている。これらの設計は、シャジーの市販化を意識していたためと言われ、結果として、極めて乗りやすいマシンとなったが、同時に、タイヤの負担が増大していたとされる。実際にタイヤバーストでのクラッシュを経験しており、強固なロールケージ設計は図らずも、 有効に機能することになってしまった。1991年の JSPC に、ニスモは2台の R91CP をフルエントリーさせた。前年度のチャンピオン、長谷美マサアンデルソ・ロフソン組が1号車を、星野和義、鈴木俊夫組が23号車を担当した。開幕戦の鈴鹿 500km には1号車は R90CP を使用し、 23号車のみ R91CP でレースに臨んだ。ポールポジションスタートの23号車は序盤からレースをリードし終盤に燃費が苦しくなりイノバの R91CK に追い上げられたものの1秒差でしのいでデビューウィンを飾った。第2戦富士 1000km ではこのレースから R91CP を走らせる1号車がポールポジションを獲得。 23号車は予選3位。また、トヨタがニューマシン 91CV を登場させ、予選でに4位に入った。予選1位から4位まで約0.5秒差しかなかった。レースはトップを走っていた23号車が終盤になってペナルティを受け2位に交代。代わってトップに立った1号車を23号車が追い上げる展開になった。 両者はマシンを接触させながら激しいトップ争いを演じたが23号車が1号車を2秒差で制して開幕に連勝を飾った。第2戦からチームルマンも R91VP の車両名で R91CP を走らせることになった。予選7位からスタートし82周目1コーナーでクラッシュしリタイアに終わった。第3戦富士500マイルで r 9 1 c p は1号車が予選2位、23号車は4位。第2戦の後モディファイを受けたトヨタの 91CV が1、3、5位を占めた。レースは8番手スタートのルマンの R91VP が12周目1コーナーでバランスを崩し、回転しながらコースを飛び出して炎上、リタイアした。ドライバーの和田隆尾は鎖骨骨折の重傷を負い、 以降の JSPC と全日本海3000を欠場することになった。1号車も炎上こそしなかったものの、R91VP と同じように106周目の1、コーナーで飛び出してタイヤ。トップを走っていた23号車も、トヨタの 91CV36 号車に逆転されて10秒差の2位に終わった。第4戦、鈴鹿 1000km では、 R91CP は23号車1台のみ。富士500マイルでマシンを大破させた1号車は R90CP でエントリー。R91VP を失ったルマンは以降のシリーズを R90VP で戦うことになった。レースは23号車とサードトヨタの 91CV との一騎打ちとなり、最後の給油を終えた時点で20秒あったリードを サード 91CV に8秒差にまで詰め寄られた162周目、リアサスペンションを破損し1コーナーに飛び出してリタイアした。2戦連続でトヨタが優勝。ポールポジション、レース中のファステストラップも2戦連続でトヨタが獲得し、R91CP は苦しい戦いを強いられるようになってきた。第5戦、スガオン 500km では、 再び R91CP を使用することになった1号車が予選5位、23号車が7位とさえない。レースでもトヨタが序盤1から3位を占め、R91CP は4、5位を走行。1号車は3位入賞したものの、23号車はフロントのホイールベアリングの破損で11位の終わった。第5戦を終えて、星野、鈴木組が、 ドライバーズポイントで、トヨタ36号車の関谷正則、小川等に並ばれ、コンストラクターズポイントでも日産はトヨタに1ポイント差まで詰め寄られた。第6戦、富士 1000km 予選は、トヨタの1から2、1号車3位、23号車は4位。決勝レースは、雨の中行われた。ウェットコンディションの状況では、R91CP の方が、 マシンバランスが良く、23号車が優勝。トヨタ36号車は2位に終わり、ポイントで突き放すことに成功した。1号車は74周目 100R で雨に乗り、スピン、リタイアに終わった。最終戦の菅尾500マイルの予選では、スポット3戦のジャガー XJR-14 が、1、2位。トヨタが3位から5位を占め、 R91CP は23号車6位、1号車7位。ポイントで優位に立つ23号車は36号車をマークし、2位でゴールした、トヨタ36号車に続いて3位でゴール。1号車も4位に入った。日産は2年連続で、ドライバー、コンストラクターのダブルタイトルを獲得した。日産は1992年レートな24時間レースに、ップタイ・ニスを。 ノバの3チームを送り込んだ。このうちにスモが R91CP を使用した。ドライバーは当初1990年のルマンと同メンバー、ハセミ・マサヒロ、星野はじめ、鈴木と塩を予定していたが、テストでゲートナのコースがルマンよりもドライバーへの負担が大きいことが分かり、アンデルス・オロフソンを追加で登録した。しかしオロフソンが実際に走ることはなかった。 3番手スタートの R91CP はスタートと同時にトップに立ち、後続を引き離し独走状態になった。しかし夜になってタイヤカス、砂糖でフロントラジエーターが目詰まりを起こし、マシンはオーバーヒート気味になった。このためピットストップごとにフロントカウルを開けてラジエーターを掃除することになり、1回のピットストップごとに30秒タイムをロスすることになった。 優勝争いのライバルと見られていた TWR ジャガーは脱落、ウンプタイは二台ともリタイアし、代わってヨーストのポルシェ 962C が R91CP を追い上げてきた。1日目深夜に3周あった R91CP との差を2日目明け方には1周差まで詰めて来ていた。しかし、このヨーストポルシェは二日目の朝七時頃電気系のトラブルでリタイアし、その後、 R91CP を追いかけるマシーンはなくそのまま走り切って優勝した。なお同レースでの走行ラップ数762周は2018年にキャデラックだ PVR に更新されるまで大会記録として保持された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。